弁政伝道の皆さん、こんにちは。私は株式会社ダッシュの代表取締役をやっていますアンビルと申します。先生が全然足りない、教える先生が全然足りないという意見をいろんな方向から伺いまして、じゃあどうしようということになった時に、台湾では、もう数年前から、プログラミングの授業を全ての中学校や高校でも行っていますので、そのプログラミングの先生を台湾から日本に来ていただいたらいいんじゃないかと探していたところ、台湾で有名なその連成伝道という組織、会計を勉強している組織と知り合いまして、ちょっと一緒にやっていただけないかという話をしましたところ、快く快諾されたというところがありまして、皆さんたちがもしプログラミングを勉強されている、特には Python というものを勉強している学生さんに、ぜひ日本で、日本の高校や高校で、の中学校や高校で教えてくれる先生を欲しいと。当面は100人を数年の間に集めなければ